はい、こんにちは。パーカッションの高見です。ゼロから始めるパーカッション、シェケレ編。この楽しい生は、このシェケレという楽器について、1から、いや、ゼロから解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。待望のシェケレ編スタートということでね。これ結構ね、紹介してほしいというリクエストが多かった。まあ、意外にもっていう感じなんですけれども。いや、待てよと。そもそもシェケレってなんだよって、初めて見たよという方もいらっしゃるかなと思いますので、初回の今回ですね、このシェケレの紹介、基礎知識をシェアしていきたいと思いますので、初めて見たよという方もね、ぜひ見てみてください。はい、そもそもね、シェケレってどんな楽器っていうのね、まず見ていただきましょう。このような見た目をしております。はい。で、これ中空洞になってまして、まあ、この壺のようなね、形のものに網が巻いてあると。これ取れないようになっていまして、まあ、たくさんついてるのはビーズですね。ビーズがたくさんついていて、これを振ったり、この底の部分を叩いたり、することによって鳴らす楽器です。はい、見ての通り民族楽器なんですけれども、これもともとどこで使われていたか、叩かれていたかというと、西アフリカですね。今でいうナイジェリアとかそのあたりの地域でヨルバ族。ヨルバピープルという人たちがいまして、まあ、その人たちはね、踊りながら叩いてリズムを刻んだり、何か儀式の時にね、使ったと言われております。で、近いところでね、西アフリカでもイボ族というのがいます。イボピープルって聞いたことあるかもしれないですけど、イボ族はこっちなんですね。はい、これ何でしょう。これウドゥという壺の楽器です。はい、これイボ族は壺、つまりね、陶器、粘土を叩いていた、太鼓にしていたわけなんだけども、ヨルバ族はこっちですね。で、これ何かというと瓢箪なんですね。はい、これでございます。はい、これ実は瓢箪なんですね。乾燥させた瓢箪をなんかくり抜いたものになります。はい、この2つめちゃくちゃ似てますよね。これはっきりとしたことは分かってないんですけれども、まあ明らかに関係があっただろうと考えるのが自然ですよね。で、このヨルバで、叩かれていたシェケレがですね、南米に渡ります。伝わります。黒人さんたちが多くね、南米に移った時に南米でも使われるようになった。特に有名なのがね、キューバです。カリブ海のキューバで、まあ、ヨルバの人たちが起こしたサンテリアという宗教があって、その宗教の儀式で、またしてもこのシェケレがね、よく使われましたと。で、それ以外にもね、ルンバとか、いろいろな、リズム、アンサンブルの中にこのシェケレが登場しております。はい。で、南米でもね、ブラジルとかそのあたりになると、まあ、これは見たことある方多いかなと思うんですけどもね、カバサ、アフォシェとかね、言ったりしますけども、これもね、同じ派生の楽器です。ブラジルでは、ま、このような形状で、使われた、叩かれておりました。はい、でこのシェケレが一体音楽の中でどういうふうに使えるのかっていうところなんですけれども、やっぱねこの楽器が一番得意なのってアフリカ由来、いわゆるアフロビートみたいなリズムなんですね。みたいなリズムだったり、あとはシンプルにこうザッザザ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 ッっていう感じで振ることもできるから、いわゆるドンバーン、ドンドンバーンって。ドラムの8ビートとか16ビートにも合わせることはできると。はい。あと最大の特徴としては見た目が派手っていうのがありますよね。
ってな感じで、まあ遊ぶこともできますから、特にライブの時なんかですね、パーカッショニストたちはもうでかいシェーカーみたいな感じでこんな風に振ったりして使ったりすることもあります。はい、いかがでしょうか。シェケレ興味出てきましたでしょうか。これ見てね、お、シェケレかっけえと、なんか面白そうとやってみたくなったよという方もいらっしゃるかなと思いますので、シェケレを購入するときにどういうことに気をつければいいのかっていうのをこれから簡単に説明したいと思います。はい、さっきね、僕これひょうたんでできてますっていう説明をしたんですけれども、今ねこのひょうたんでできている楽器を見つけるのって結構難しいです。あんまり数がないんですね、まあ、いわゆるハンドメイドものだと思ってください。はい、で今例えば楽器屋さんに行ったりネットでシェケレって検索してね手に入れようと思ったらどういうものが出てくるかっていうと、このボディがですねファイバーグラスとかちょっと特殊な素材、まあ、壊れにくい割れにくい素材でできているものがほとんどです。はい、でファイバーグラスのものが悪いかっていうと全くそんなことはありません、まあ、むしろ扱いやすいと言っていいでしょう。でどういうことに気をつければいいかっていうと、このボディをですね軽く叩く鳴らした時に、はい、このひょうたんでできてるものだとねトゥントゥントゥンっていう低い、まあ、ベースの音が鳴るんですね。これちょっと細身なんで分かりづらいんですけど、まあ、こういう丸みのある形のひょうたんだとこれ低い音が鳴りますと。シェケレってこのボディを叩いて鳴らした音がアクセントの音になりますから、できればね楽器屋さんに行ってこう叩いてみて聞いてみて、あ、なんかいい音だなと、気持ちいい音だなというものを選んでいただければと思います。はい、これはね自分の感覚で大丈夫。あ、なんかいい音だなと。はい、ものによってはねここ叩いても全然音鳴らないっていう、全然響かないっていうものもありますから、できれば、まあ、楽器屋さんに行ってこう叩いてみてトゥントゥントゥンと、お、いい音鳴るなというものを選んでいただくのがベストです。はい、というわけで今回はシェケレの紹介でした。具体的な演奏方法についてはこのシリーズの次回以降の動画で解説していきますのでお楽しみに。またこのシェケレについてね何か知りたいことがあるとか疑問があるという方はこの動画のコメント欄に書いていただければ、次回以降のレッスン動画の内容で反映させていきますのでよろしくお願いします。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。そこにも動画がたくさんありますので概要欄再生リストからぜひご覧になってください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加していただければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。